トットコ走るよハム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 ない、あーそれは聞いてない、聞いてない。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、スパイガジェットソレーラを使って鉄壁の防御力をしながらね、スプラッシュボム投げる作戦というのを皆さんにね見ていてもらいたいなと噛みながらも思っているわけですが、自分にナイスしていきましょうか。まあ、最初はぬりぬりしながらお話ししていきたいと思うわけなんですが、このスパイガジェットってさ、開きながらこうガードできますやん。このガードしてる時にこうボム投げてさ、防御も攻撃もできると、もうこれをねすればもうソレーラの最強的な使い方になるんじゃないかということで、今回はまあインクのギア構成にもしたというわけなんですよ。だからしっかり頑張っていきたいと思います。このボムの破壊力さ、やっぱこのスプラッシュボムこと、この三角おにぎり焼きおにぎりボムはね、もうすごい汎用性が高いわけなんですよ。ハム太郎ってできるから、逃げられたけどいやほんまにシンプルに、ね、汎用性が高いっていうわけ、めっちゃ使いやすいしめっちゃ強いですやんか。しかもね、傘ってね、アシストキル以上取れば傘が復活するんで、ボムのこの射程と爆風ダメージでアシストキル取ったらさ、もうあれやんか、別に傘潰れても一瞬であら不思議傘復活できるやんっていう、もうすごいんですよ。防御もできて攻撃もできてリカバリーもできるという、我とかあります？これシュッて投げといてこうやってゴリゴリ押していくん、爆弾で。爆弾ってなんや爆弾はそんなもん分かりませんけど、これすごいいいでしょ。でそこに隠れててもこれシュッて投げといて爆風で、ほんでほんでハム太郎もいけると。僕はトットコハム太郎、トットコ走るよハム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 ない、あーそれは聞いてない、聞いてねえ、僕さ、こんなちっちゃい可愛い傘持ってんのにさ、そんなでっかいウルトラハンコにどつかれたらね、首の骨折れるどころか顔面の脳みそぶちまけてしまうよみたいな、めちゃくちゃ怖いことチャップ言うやんみたいになってまうやん。ちょっとぬりぬりぬりぬするわ。カモンかっこいいな、任せ。カモンベイビーアメリカでしょ、それ任せよ。ボム投げてせガードもできるから、この鉄壁の見て、ほんま攻撃と防御どっち優先しますかみたいな、あなたの風は攻撃から防御からみたいな、ベンザブロックみたいな感じ、ブロックと一緒にかけてみたみたいな、あれベンザブロックやったっけ商品名、よくわかんないあ、惜しい、あ、刺さりかけましたね。そう、あれでアシスキルとか取れてても、あ、うわー、あっぷんねあっぷんねあっぷんね、おった、なんかおったわ。ここで平和に爆発させておこうと、あっぷねあ、ほらほら防御できるでしょ、ほら。だからボム投げたらさ、結構さ、ボム投げることに集中しちゃって好きになってやられるとか、それも塞げますから。なんだって、そう、ボムが直接当たったとしても、この肩でしっかりガードできますから。そう、そこ潜伏すんのね、見えてね。でも攻められへん、どうする。もう横から虫歯な、やばい、来たぞ虫歯モンスターが。ファッションモンスターならる虫歯モンスターが、あ、おるおる、これシュッ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 、これ近づいていけんちゃうか。あ、これいけるやん、タン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 、あ、待って待って、エイムがおじいちゃん、どうするどうする、やっぱ、あ、これはこれでいこう、これでなんかライジンステップしてまんやんみたいな、あ、やばいやばい、これどうするどうするどうする、ボムだボムだ、やばい、これどうするどうすんねん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 、ここの音どうすんねん、登れてない登れてない登れてないガチャ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 なんて、なんか1キル取れてましたね。ほんでそんなんしてる間にえぐいほど攻め込まれてるやん、ボコボコのボコボコのボコボコやでもこの作戦としてはね、ソレーラが生き生きすると思うんですよ。傘の柄ついてるやん。はい、じゃあ宇都玄川河川敷で鉄壁のガードボムアタックしていきましょうか。これをねぶち刺さってすごいいいと思うからさ、そこを見せていきたいしさ、ブラスターとかさ、竹とかにいい感じに刺さんじゃん。あれもう一発ガードしてしまえばこっちのもんやし、その間にこの僕のコンペイトボムを投げてたら、あら不思議、敵はもうペンペラパンパンポーンってなってるからね、ほんま電子レンジかみたいな、敵をファミチキにしてやりたいと思うわ。ベレレレレレンレンレレレレレンみたいなさ、それはあの入り口の音やドアが開く、それファミチキオープンドアや、オープンザファミチキ言うんですよ、それ英語でね。ファミチキのドアが開く時の BGM はオープンザファミチキ、完璧やんもうブラスター合わせとか完璧に止めれると思う、すごく、うん、大丈夫、オープンザファミチキになってない、大丈夫、オープンザファミチキになってんな、任せてくれ任せてくれ、これ2人で行ったらいけんねん、大体こういう時オープンザファミチキになるから、あ、オープンザファミチキ自分にないですね。このトットコハム太郎もあるから、僕のこのトットコイカスフィア太郎ね、これがこの駄菓子の力、この駄菓子の名前みたいな、この駄菓子スフィアがあるから、それ安心安全の駄菓子スフィアなんじゃございますよ。で一戦の化け物にもこうプロ投げていい感じにさせて、やばいやばい、プレー危ないというかむしろあかんで負けてるから
でもあの凶悪な緑の悪魔と言われたクレヨンしんちゃんが唯一苦手なピーマンにも勝てるという、緑のピーマンにも勝てるわけ。クレヨンしんちゃんが唯一苦手かは知らん、ただピーマンが嫌いなイメージは持っている。どうもチャップです。さあ行きましょう。もう唐突な自己紹介ですね。あ、炭酸ボムですね。それは多分メントスコーラやと思うんで、かなり炭酸力があると思うんで、みんなどうぞ。いいよ、アシストするよ、任せ任せ。こっちには、こっちに、あ、勝てた。返したらもうこっちを勝ちよう。こっちのもんよ、こっちの。見てもらおう、もうブラス楽しい、嫌やと思う。これガードしてくんのにボム飛んでくるから、これ無敵ですよ。でハム太郎もしっかり溜めて、どこから行きましょうか。そこブラス倒んのかな。うわ、雨降らしがヤバ降らし。こっからスリーポイントシュート、これスラムダンク、スラムダンク、スラムダンク。うん、めちゃくちゃ噛むやん。スラムダンクは決まりませんでしたね。この辺におるんだよな、多分な。これ気をつけつつしっかりノリ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 して敵の潜伏具合を見て、そしてヤバくなったらハムスター、ハム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 、僕の名前はハム太郎でーす。こういうことなんですよね。お前ヤバなったらもうなんやろ、もうこれ傘でガードしながらイカスフィア投げられへん。イカスフィアを投げるという選択肢はないの、これスペシャルでイカスフィア投げとかないの、これ。これ無理やよ、これ突りすぎて絶対やばいなと思いながらやってたらほんまにやばかった。ナイス押しとく。必然の人リスから蘇ってくるやろなと思いながらも気にせず突っ込んでたらやられるという。引き察知能力を鍛えるんだチャップということで、ナイス押しとこう。これ勝てんじゃん、これもうすごいもん。で安定のほうヌリヌリヌリヌなんですよね。悪いとこあります？そのないですやん、ほんまに。これシュッて投げといて、しかもボム飛んでくんのにあいつガードしてくるやんみたいな、そのこのコンボよ、このコンボ、ほんまに中コンボだと思って太鼓の達人かっていうぐらい遊べると思うもん、ほんまに。いいイエイ。これが傘なんですよ。いいですね、スパイガジェットとかさ、ほんまにさ、この間の普通のノーマルスパイガジェットのとこも言ったんですけど、あんまり動画で使ってない気がするんですけど、使ったら面白いんですよ。もうギア次第で可能性はインフィニティ。はい、じゃあ最後も縁側カセンジーキーで傘ボムの力を使って終わりにしていきましょう。もうスパイガジェットスプラッシュとかいう名前でもいいんじゃん。なんかディズニーランドっぽいやん。スプラッシュマウンテンみたいなさ、スプラッシュチャップの力ね、見せていきたいと思う、ほんまに。あは、ミッキーだよ、みたいな。ようこそ、ウェルカムディズニー、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 みたいな感じで行く。そんなディズニーなんて絶対行きたないわ。入園した瞬間、そんな気持ち悪い声聞こえてきたら、びっくりするもん。お前、イカスギア投げ行こう。もうイカスギアを僕投げてると思って、もう今、待って、僕よりも圧倒的にスパイガジェット使うの上手い人おるやん、あれ。ナイスやん。僕の師匠にしましょうか。あの師匠と一緒に頑張っていきたいわけですが、これボムもあるから、これ刺さる気がするけど、あ、刺さなかった。これ防御もあるよ、防御も。色とりどりの登ってくるかな、いや登ってこない、登ってこない、あそこにおるのか。じゃあこの辺にうまいことボム転がして防御していく。そしたらキルは取れないけど、こっちには、あ、いいね、が、うお、完璧やん。僕はもうなんか適当にしといたら終わってるわ。簡単な作業ですね。味方の人が優秀な時はいかにサポートに回れるかみたいなとこ、まあ、意識しちゃったりしちゃったりな、ラララジャジャジャポンジョペンって、あ、やばい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 、でかいねんって、その黄色いたこ焼きみたいな、たこ焼きボムがやばい、丸かったら何でもたこ焼きになるみたいな、その、 あの理論いいかもしれん、よくはないけど。これやばいな、シールド気をつけつつボム投げて、僕ハム太郎が今ありますからね、でもいけるんですよ。あ、師匠がおるから、そこ師匠、師匠めっちゃうまいから、ほんまに。で僕イカスリアでここ圧かけていくわ、これさらにな。ほんでこれはやりすぎたやつや、これはほんま調子乗った、ただ単にあれや、死にに行った。特攻隊長してしまいましたね。こうやって楽しくなったらそういうさ雑味出てくるからさ、ほうれん草とかもさ、ちゃんと茹でへんかったらさ、えぐみ出るやん、あれ、えぐさあるやん、そういう感じなんですよ。えぐみ、チャップのえぐみが出てくんねん。もうむしろ僕喋ってるだけでちょっと動画えぐみ出てるかもしれない、これ。僕のえぐみには皆さんご注意ください。あ、スプリンクラー潰すのはもううまいから、なんか久しぶりに言うた気がする。あ、バルンバルンバはやばい、あれ友達、僕の一番の友達、もう ET 並みにさ、 ET みたいな感じでバルンバルンバーとか言って、人差し指と人差し指をね当てるぐらいの仲やけどさ、すぐ裏切ってくるから。9番も後ろにありますけどね、まあ、それは分かってるよということをアピールしながらインクを回復してですね、どうやらこの辺ちゃうかな。あ、オッケー、刺さるか、味方の人と。どう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 どりよ。あ、やばい、味方の人どうどりよなってんじゃん。じゃあここでどうどりよってしとか、これどうどうどりよ、どうどうどう、やばい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 、待って待って、今ボムちょっとインク的にボムしなぎれやねん、ちょっとほんま仲良くしようぜ。ねえ仲良くしようよ。あ、
デナ、デナのスパイ、僕の師匠、師匠がおる。師匠と二人で行けば、行けるよ行ける。こっちには二人おるから。この傘、この兄弟、双子よ。二人はプリキュア、二人はスパイガジェットの力を。あれもうみんなおらんやん。なんか、ナイス。ね、僕はこうやってぬりぬりぬりにしといたらいいんですよ。ただやっぱ、ぬりぬりぬりの専門を任されたからには1000ポイントちゃんと塗って最後のボム投げときましょう。なんかあれですね、よう分からんけど、苦手な人でもいいかもしれん。なんか牽制できてる気するわ。もうそう思い込んどくわ。ベン負けたと思って残念無念、またチャップ言おうと思ったら勝ってる。感謝に。ということで皆さんもね、いろいろやってみてください。ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、ゼロキル、バイバイ。